中京競馬場第9レース刈谷特別4歳以上2勝クラス芝の 1600m 11頭立て今日の特別1番手を迎えます。強い風を受けながらのゲート入り最後11番ゲートにウィンメルシー11頭ゲートの中スタートしました。2コーナーを目指します。7番のスカーフェイスが後ろからになりました。好スタート乗るかそるかが知ったんですが間から6番のペールエールまずは前に行くでしょうか。内からは2番の西のアップルパイまずは西のアップルパイ先頭に立って2コーナーから向こう正面ペールエール積極的に今日は2番手からの飛び出し3、4馬身開いて8番乗るかするかポツンと3番手さらに3馬身後ろに5番のラインハイト内に1番のパルマリア4馬身ぐらい開いて10番タイセイトレンディその後4番アナザーラムソング後方寄りに9番ノーブルアース3番グッドレイス11番ウィンメルシーと続いて1頭離れて7番スカーフェイス最後方です。まもなく3コーナーにかかるところ先頭は2番の西のアップルパイ3コーナーカーブ中間点46秒くらいで行きました。リードは3馬身から2馬身ぐらい2番手6番のペールエールでその後ろ3馬身差8番のノルカソルカは単独の3番手2馬身後ろ4番手は2頭インコース1番パルマリアそれに5番のラインハイトあとは中段の後ろのグループに大勢トレンディーアナザーラブソングそれから9番のノーブルアースです。4コーナーから直線前は2番の西のアップルパイ並んで6番ペールエール今度はペールエール先頭に変わったこれを捉えに行こうとするのが8番のノルカソルカ追って追って1番パルマリア5番ラインハイト横に広がっていますが今度は8番ノルカソルカ先頭に変わって2着を切った打って6番ペールエールが抵抗します外からパルマリアラインハイト間を割ろうとグッドレイスアナザーラブソング外から9番ノーブラース広がっています3番手争い先頭は8番のノルカソルカ体半分抜けれてゴール2着6番ペールエール3着5番ラインハイト首尾よく3番手を確保して8番ノルカソルカ直線最後抜けれました。今日は積極的に2番手で運んで6番のペールエールその後3着争いは5番のラインハイトなど時計は1分33秒8上がりタイムゴールまでの 800m 47秒4 600m 35秒8です。実に久しぶりに今日は前に馬を置く形で3番手追走8番ノルカソルカ最後は抜け出しが決まっています。2着はこちらは今日は2番手という位置を選択した6番のペールエール最後の最後まで抵抗の姿勢を見せずの2着入線3着争いは横にずらっと広がりましたが5番のラインハイトが3着外9番のオブラース内には1番のパルマリア4番アナザーラブソングです。特別1番手の第9レース刈谷特別今1着8番ノルカソルカと上がりました藤岡雄介騎手2着6番ペールエール3着5番ラインハイト4着以降新判定1分33秒8の勝ち時計確定までお待ちください。中京競馬場第9レースミナステークス4歳以上3勝クラス芝の 2200m 15頭立て今日のウィン5はこのレースが第一関門です。少し西に傾いた日を浴びて15頭のゲートイン最後15番ゲートにディアマンミドルが誘導されます。スタート地点は4コーナーの近く1コーナーまでは長い直線を使います。ゲートの中スタートしました。まずは1コーナーを目指します。内からは2番のソングオブザハートが出てきました。間からは5番のネプチュナイト、そして1番のシルバーソニック、同じ勝負服3番ヒートオンビート、3、4番手くらい外に6番コンダクトレスと11番シャイニーゲールがいます。あとは10番ターキッシュパレス、そして7番ニューポート、4番のピッチカート、外から12番アドマイアジュラス後方寄りの位置、8番のイルマタルがいて、その後ろからは14番サウンドバーニング、各馬1コーナーカーブへと入っていきます。2番のソングオブザハート行き切りましてリードを大きく取りました。6馬身7馬身大逃げの形か。2番手は5番ネプチナイトが単独の2番手で、あとは4、5馬身開いて3番手6番コンダクトレス、そして11番シャイニーゲール、あとは10番のターキッシュパレスと続いて、このインコースに3番ヒートオンビートと1番シルバーソニックが続いていきます。スタートからの 1000m 地点通過59秒後半ぐらいのペースで先頭は通過しています。
ヒートアンビートシルバースミックの外に12番のアドバイアゼラスがいて、あとは1馬身差、4番ピッチカート、7番のニューポートです。後方寄りの位置に14番サウンドバーニング、あとは広がって15番ディアマンミドル、13番ティグラーシャ、押し上げを図ります。レオコックブルーとイルマダルが後方で3コーナーカーブ、短期先頭2番のソングオブザハート、リードを6馬身まだキープしています。2番手は5番のネプチュナイトで、2馬身後ろ3番手6番のコンバクトです。中長サイニーゲール、5番手の1、2、3番のヒートオンビート、ストニターキッシュパレス、インコースからは1番のシルバーソニック、4コーナーへと向かっていきます。その直後から12番のアドマイズラス接近、先頭今度は入れ替わりました。2番手から先頭に変わったのはネプチュナイト、4コーナーカーブ直線コースに向かいます。ややストに持ち出して先頭、リードは3馬身、2番手は6番のコンダクトリス、3番手から追ってくる角馬ですが、ヒートオンビート、さらにはサイニーゲールで追ってくる、坂は上がった、あとは1番のシルバーソニック、先頭単独で5番のネプチュナイトが先頭、リードは3馬身ですが、外から追ってきたのは3番のヒートオンビート、2番手から先頭を伺う、その後3番手はコンダクトリスですが、先頭はネプチュナイト、ヒートオンビート、ヒートオンビート、ネプチュナイト、2頭が並んで降臨、3着6番コンダクトレス。さあどちらでしょうか、3番ヒートオンビート最後捉えたか、5番のネプチュナイトか、際どい勝負になりました。そして6番のコンダクトレス3番手、中京10レースミノステークス、時計は2分12秒8、ゴールまでの 800m48 秒7、 600m35 秒9です。単独2番手の追走から4コーナー先頭5番ネプチュナイト、直線は完全に後続を振り切りましたが、ゴール手前で猛追3番ヒートオンビート、馬体寄せして2頭接戦、これは際どい勝負。その後少し離れて6番のコンダクトレスが3番手、場内のターフビジョンにゴールの瞬間の映像が流れます。さあ際どい勝負ですが、判定をお待ちください。外3番ヒートオンビート、内5番のネプチュナイト、その後に6番のコンダクトレスです。2分12秒8の勝ち時計、単勝クラスではさばけず、そして外からの強襲というシーンが続いていましたヒートオンビート、今日は最後の最後ものすごい伸びで最後5番ネプチュナイトを捉えているか、一方で久々の平地競走、この距離には絶対の自信を誇るネプチュナイト、一着争い際どいところまで持ち込んで写真判定となりました。3着6番コンダクトレス、4着1番シルバーソニック、5着10番ターキッシュパレス、写真判定の結果と着順の確定、払い戻し金の発表までどうぞしばらくお待ちください。中京競馬場11レース第26回シルクロードステークス G3 芝コース 1200m、 出走メンバー18頭、4歳以上のメンバーによるハンデ戦です。 G1 高松宮記念まで2ヶ月を切り、今年は中京舞台に行われますシルクロードステークス、最後は18番ゲートクリノガウリ収まりました。スタートしました。まずは好スタートを切ったのは9番ベスターバルト、しかしそれを外から制して15番モズスーパーフレア一気に行きます。その外にスッと18番クリノガウリについていきます。2番手内に4番セイブンコーセー、その後に2番ライトオンQ、12番のラウダシオン、9番のベスターバルト行為について、11番リバティハイツ、外からは14番テラベスーラ、3コーナーカーブ、このインコースに6番カイザーメランジェ、その直後から3番コントラチェック、3コーナー回っています。13番シバージ中段の一角で、あとは8番プリモシーン、外には16番ミッキースピリット、インコース1番ザイティンガー、あとは10番ルッチェロと続いています。このインコースに17番の大勢ヤベニール、中間点 600m33 秒7で行きました。外目にエイティーンガール、差がなくラビンガンサー、第4コーナー回って直線コースに向かいます。やや内を開けて先頭モズスーパーフレア、リード体半分から首ほど、セイウンコースへ、外からクリノガウディ、内に潜り込んでライトオンキュー、外からは12番のラウダシオンが追ってきました。さあ横に広がってきて、今度はモズスーパーフレア、クリノガウディ、ラウダシオン、外からは13番シバージ、内から2番のライトオンキュー、4番のセイウンコースへ、外からは13番シバージ、12番のラウダシオンの追い込みですが、内ライトオンキュー、外シバージ、シバージライトオンキュー、間からラウダシオン、13番シバージ降臨、13番のシバージです。極上のキレが最後に届きました。うち2番ライトン Q、 12番ラウダシオン、2着争い、13番のシバージ、福永雄一一気に抜けました。
各馬がやや外寄りに進路を取る中、内に潜り込んでいった2番ライトン級、そして12番のラウダシオン、この2頭の2着争い。時計は1分8秒3、ゴールまでの 800m 45秒8、600m 34秒6です。メンバー中最速といわれる上がりタイムを出し続けてきましたシバージ。その素晴らしい末脚が今日この中京の舞台で花開きました重賞制覇。2着争いはわずかに2番ライトン級優勢とお伝えします。12番のラウダシオンわずかに劣勢、あとは11番のリバティハイツ、その後5着争い広がっていまして、セイウン構成ベストアワルトルッチェロ、6歳馬は30秒56キロ、シバージ、背中の福永雄一騎手は2009年のアーバンスリート、2012年ロードカナロアに続いて3回目のこのレース制覇で、シルクロードステークス、そしては単独トップのレース3勝目ということになりました。なかなか勝利には結びつかずにこの重賞戦線揉まれ続けてきましたシバージ、久しぶりの勝利をつかみ取りました。2着争いが際どくなって2番ライトオンキュー、12番ラウラシオン、今1着から4着まで上がりました。1着13番シバージ、2着2番ライトオンキュー、3着12番ラウラシオン、4着11番リバティハイ、5着以降写真判定です。中京11レースシルクロードステークス達成までしばらくお待ちください。